皆さんこんにちは、ゆりです。やすです。さあ、皆さんは乗馬上達のために筋トレはやっていますか？私はたまにやっています。今日は乗馬上達に効果的なお家でできる筋トレ4種を紹介していきたいと思います。それでは早速ご覧ください。どうぞ。さあ、今回お邪魔したのは稲佐町総合体育館です。撮影配信許可もいただいちゃってます。はい、まずはプランクです。体幹の強化を狙います。体幹が強化されると体が左右にぶれそうになった時にグッとぶれを止めることができるようになります。うつ伏せの状態で腕と肘、そして足のつま先で体を支えます。頭、肩、腰、かかとが一直線に並ぶようにしましょう。この姿勢が辛い人は膝をついて行いましょう。この姿勢を30秒保ちます。慣れてきたら60秒キープしてみましょう。30秒休んだらもう一度、合計で3セット行います。次はハーフデッドリフトです。背中の筋肉を鍛える運動です。2ポイントと3ポイントを切り替える動作や体をまっすぐに保つことに効果があります。足を肩幅に開きます。背中をまっすぐに保ったまま前傾、下を向かずに正面を見ながら行います。前に垂らした手が膝の高さまでいったら体を起こしましょう。10回を3セット行います。10回以上できるようなら重りを持ってやってみましょう。さあ、続きましてワイドスタンスのスクワットです。足のつま先を外に広げて行うスクワットです。つま先を広げると内転筋、内ももの筋肉に効果があります。馬体を挟む力や脚のポジションを保つのに効果があります。足を肩幅よりやや広く、つま先を外に広げます。広げれば広げるほど内ももに効きます。背筋をしっかりと伸ばしたまましゃがみます。この時、膝がつま先より前に行かないよう前傾しながらお尻を引くようにして行いましょう。地面と太ももが平行になるまで腰を下げたら少しの間キープします。スッと立ち上がり元の姿勢に戻ります。これも10回を3セット行います。最後はシーテッドローです。これは広背筋のトレーニングです。通常はマシンを使ったトレーニングですが、乗馬の動作に合うように、そしてご自宅で行えるように少しアレンジしてみました。まずチューブを用意します。チューブを重たい家具など動かないものに結びます。誰かに持ってもらってもいいですね。チューブを結んだ点、拳、肘が一直線に並ぶように拳の高さを調節します。肘を後ろに引くようにしてチューブを引きます。腕で引くというより丸めた背中を反らすようにして引きましょう。足を浮かせて行うと体幹にも効果があり、より実践的です。これも10回を3セット行いましょう。はい、というわけで筋トレ4種を紹介しました。私は特にこの中だとデッドリフトが難しいなと感じました。どうしてもこう反動で体を起こしてしまうので、ちょっと重りを持ってやる方がより背筋を意識しやすいなと感じました。ご自宅だとペットボトルを持ってやるのもいいかもしれないですね。筋トレだけで乗馬が上達するのかと言われると少し難しいのですが、筋トレによって体の使い方が上手になったり、今まで一生懸命やらないとできなかった運動が余裕を持ってできるようになったり、メリットは大きいです。馬に乗っていない時間は筋トレをして次の乗馬に備えましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。
この動画が面白かった、筋トレやるよって方はね、ぜひいいねお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。